ノロドム・スラマリットは、カンボジア国王。ノロドム王の王子、ノロドム・スタロットの子として、プノンペンで生まれる。父ノロドム・スタロットの重邸である、シソワット・モニボン王の王女コサマック・をヒし、夫妻の長男が、ノロドム・シハヌークである。1930年代半ばまでは、モニボン王の後継と考えられ、30年代末にも、シソワット家のモニレット親王と共に、 再び後継候補とされた。しかし、フランスの政策により、1941年に息子のシハヌークが王位を継承した。1955年3月3日に政治活動への参加のため退院したシハヌークから王位を譲られて即位した。スラマリット国王の知性は首相に就任したシハヌークの強力な国政指導と厳正な中立政策により、 平和な時代が続いた。しかし健康を害したスラマリット国王は1960年4月3日に在位5年で死去した。以後カンボジアの王位は1970年のロンノルクーデターによる王政廃止まで空位となった。国王空位の間、シハヌークが国家元首として政務に当たり、コサマック王妃が国王の象徴とみなされた。オズボーン。 27ページオズボーン134ページありがとうございます。